リンカーンの棺マリア不要泥ナの棺。後方の壁にかけられているのは八単十字架。棺とは、遺体を収めて葬るための容器。俗に、中身が入っていないものを、棺、遺体が収められたものを、棺とする説があるが、遺体が収められたものを、家から仮葬場に送り出すことを、出棺と言ったり、棺に、棺の訓があるように、棺と、棺の使い分けは、 ほとんどない。なお、遺体が収められたものを霊柩それを運ぶための車を霊柩車という。材質に応じて、木管、石管、陶管等と称される。木管には次のような種類がある。一方、熱帯雨林の保護や地球温暖化そして地球資源の有効活用から環境に配慮した特殊段ボール製のエコ棺も出始めている。 形状はそれぞれ箱型、かまぼこ型、山型、船型などがあり、外観には彫刻を施した総彫刻、五面彫刻、三面彫刻、二面彫刻などの彫刻感もある。サイズは仮想場により入れられる寸法が異なる。蓋には遺体の顔を見られるように専用の蓋で開く小窓が付いていることが多い。 棺の形態には座った姿勢で収める座管と寝た姿勢で収める寝管がある。寝管が一般的だが日本では江戸時代までは座管が主流であった。頭を北向きにする枕直しをし胸の上で合唱させてに地図をかけたりする。脳管後、毎日朝、夕、または毎朝、生前が好んだ常花向けか生花向けを備える。神父や 牧師の立ち会いのもとの王冠は行われる。改装者一同で祈りを捧げ、聖書を朗読し、聖歌を歌う。船形の棺に、個人が成人であるときは黒、子供であるときは白の布をかけ、個人のイニシャルのついた盾を乗せる風習がある。弥生時代には、木冠や石冠、亀冠が使われた。弥生墳丘墓の棺は短く、 ない方で2メートル程度の組み合わせ箱型木管が主流であった。中には、底がカーブしており先き竹形木管のような棺もあり、組み合わせ石管も北九州などにある。古墳時代には木管や石管が使われた。その形は様々で、木管では栗抜き式の先き竹形、組み合わせ式箱型、長持ち形などがあり、石管には先き竹形、 長持ち形などがある。古墳時代に成功した先竹形木管は、直径1メートル前後のかなり太い丸木を縦に割り、内部をくり抜いて、大人一人の意外を収納できるようにした棺である。この名の由来は、竹を縦に割って作ったように見えることに由来するものと考えられる。船型木管も同じような作り方。棺の長さは平均でも5メートル前後。 長いものは8メートルにも及び、一人の意外を収めるには長すぎる。副葬品を入れるためとも思われるが、そればかりではないという意見もある。しかし、三分割して、頭部上と側部下に各種品を収めている例もある。材質は、高山木が圧倒的に多い。鎌倉時代からは円筒型を立てた桶型の棺が主流となった。現在も使用されている。 漢桶という故障はこの形状に由来する。座漢は仮装が主流になる前、土装をする際に多く用いられた。戦前の瀬戸内地方を舞台とした映画、肝臓先生でも、遺体を桶状の棺に入れて、棒を渡し、男二人で棒を担いで運ぶシーンが登場する。仮装の普及とともに、寝漢が主流となった。遺体袋など可燃性の袋が使われるケースも多い。 ありがとうございます。